家電その家に代々伝わっていること、また、そのもの。学説などが指定の間で伝承されること、また、そのもの。送電、その家に代々伝わっている歴史、伝承などを記した書物。本校で詩術。競技では、特に藤原氏の家電である藤子家電のこと。リンク先参照。家電とは、その家。 特に貴族の家に代々伝わっている歴史、伝承などを記した書物のことである。本慶長、私文、譜代、家父などいろいろな古障がある。中国では、疑心南北朝時代から、盛んに家電が編纂された。日本では、定期などの皇室系譜と、宮仕などの皇室関係の伝承が、最も古い例とされる。ただし、いずれも現存しない。律令制では、 式武将が各家の家電を収集管理しており、これ以前から有力貴族の家では家電の編産が進んでいたと推測されている。670年、日本初の全国戸籍となる交互年弱が作られたが、家電類も参考にされたと言われる。天平商法年間、書士ゲルの改正、姿勢が許されるようになった。その結果日本風の姓を名乗る一方、 家電で日本古来の氏族であるかのように偽造するものが少なくなかった。そこで761年に先氏族師匠も受け家電の偽造を正そうとしたが途中で挫折した。平安時代になると都来人の子孫に限らず先祖を飾り立てる偽造が盛んになった。そこで佐賀天皇の命により氏族名官である新先生史録が編算され、 814年上申された、諸子の加減、本形状などの偽造や誤りを正したものである。ありがとうございます。